真の調和を保つ者は幾年もの先を見抜くことができるというが、全ての調和を乱し者は一寸先をも見抜くことができぬ。一歩一歩進むのだ。気を抜くでない。一寸先を感じ取り、己が選ぶべき道を知れ。息を満たし放つのだ。己が心を開け。邪念を鎮めるのだ、ヒロキ。侍ならば心得よ。幾度も同じことを繰り返しております。先生、何故にこうもせねばなりませぬか。侍とはいつまでも型を極めようとするもの。さあ、邪念を鎮めよ。息を満たし止めよ。向かい合いし者の意図を汲み取るのだ。気を散らせば死を見るぞ。今一度始めからだ。はい先生。手ほどきするは学ぶこと。故に今日は我が先を行こう。間合いを開けよ。しかと見よ。己が身につけし技を見せてみよ、ヒロキ。目を離すでない。一時たりとも相手に背を向けてはならぬ。刀を振ることしか知らぬ者の先は見えておる。守りを固めるのだ。防げ、ヒロキ。防ぐのだ。相手の気力がそがれるのを待つは愚か者のすることぞ。風のよう。に動け。さすれば刀にとらわれることはあるまい。今日はここまでだ。明日は。三十郎様、三十郎様、一大事でございまする。ヒロキ、ここにおれ。されど。修行を忘れるでないぞ。己が死に従うのだ、常にな。ヒロキ、無事でおれ。愛子殿、我々はどういたせばよいでしょうか。父上があれほど案ずるとは気がかりでなりません。何があったのか明らかにせねば。されど先生は。これはお稽古よりも大事でございます。参りましょう。町場の方へ向かったのでは。こちらへ。先生はいかなる時も稽古を立つことはありませんでした。何か気を悪くされたのでしょうか。何をおっしゃいます、ヒロキ殿。 そうだな。あなた様は父の自慢の弟子でございます。何年言ったらわかるんだ。これは売り物じゃねえ。是が非でも譲ってくれ。米引き立てだよ。ヒロキ殿、愛子様へ一つ手土産でもいかがかな。この老いぼれの荷車を動かすのをお手伝いいただけませぬか。三十郎様がかけてきたのに仰天してしまい、水
ことにはまってしまいまして。承知いたしました。先生はどこへ向かわれたかご存知でしょうか。かたじけのうございます。三十郎様はものすごい速さで上に上がっていかれました。門の外で何かあるようでございますな。かたじけのうございます。何を気にかけているんだい。こんなとこじゃ何も起きねえじゃねえか。間違いねえ。早道がございます。通ればことになるやもしれませんが。されどお咎めになる先生もここにはおりません。それほど厳しい父ではありません。きっと父上もここを通ってきたはず。ここで何をしておる、ぬすっとどもが。ひろき殿、お急ぎよ。お許しくだされ。何も取ってはおりませぬ。拙者どもはただ。さっさと出て行け。ご師範様に。また振られちまったよ、兄貴。今度は何だってんだ。俺はあいつに言ったんだ。勝負ごとは相手よりも強く待つのが先生。ここは一番道場じゃねえ。どうかお待ちを。いかにも先生がいらっしゃるところに違いありませぬ。離れませぬ。先生を見つければ。奴らは無駄中におるよ。助けてやってくれ。誰か。いけません。危のうございます。核のごとき輩など知りも及ばぬ。この村のすべての小道を存じています。どうか人目のつかぬところへ。あなた様に何かあれば先生に合わす顔がございませぬ。そして拙者は、拙者は。ひろき殿、お行きくだされ。案ずることはございません。何してわしを止める気だ。拙者は侍じゃ。叩きれ。こいつを楽にしてやる。止めろ。
この無効水なもののふは誰だ。聞け手玉の拙者は侍じゃ。ああそうかい。先生からしかと手ほどきを受けたのだ。迎え撃つ備えはできておる。武器を置いて逃げるんだな小僧。逃げはせぬ。これは拙者の誓いし務めじゃ。ならば黄泉へ行け愚かなわっぱが。負け犬が。これで最後じゃ。誰もおらん。行くぞ。すでに村の多くが燃やされ、多くの命が奴らの手にかけられておる。先生がとどめてくださる。愛子殿が無事であればよいが。ああ、なんてこった。こいつら百姓は何も持ってねえ。チリも積もれば手厚よ。小銭も集めれば大層な量になるってもんだ。しっかり分け前をいただけるならの話だがな。心配ねえ。スサノオの御子以来のごボロが犬が。監視はいつ来てくれるんだい。もうそうしろ。断抜きをせねば。そこの木を持ってこい。早よせ、まだ来るぞ。抑えろ抑えろ。猫にもかなわんな。そこで止まれ。お願いだ、俺たちは何にもしてねえ。手を出してない。うそ。うずが一斉にだ。あわや切り殺されるところでした。頼む。猫にもやらんだ。あいつらは持っていきやがった。門は放っておけ。壁を登れ。こっちだ。ボロキレが丸げ。退いておる。これは先生の行いか。ここにおとどまりを。されど先生は。ご師範様はわしらを守るために刀を抜かれました。手柄のために命を投げ捨ててはいけませぬ。拙者は死を恐れませぬ。先生の助太刀をせれば。
刀か。年派もいかぬ小僧の手に我が折々幼し、我が我が父を討ち取りし時よりも。参れ、刀さばきを見せてみよう。力を尽くせ。やっ、切ろうとは武士の風上にも置けん。武士の誇りなど弱く恐れる者どもの大義名分。何も知らぬ賊名、恐れをなして逃げ出すなら今ぞ。恐れの主とは我のことよ、じじい。たとえお主の命が尽き果てようとも。承知いたしました。よし、愛子を頼んだぞ。父上。先生の名を汚すようなことはしませぬ。